はい、どうもさん、こんにちは、カズマックスです。今日はですね、久しぶりに新しいドリップケトルを買いましたんで開けていきたいと思います。はい、それはこちら、ハリオの V60 ドリップケトルフィットというモデルですね。容量 1.2 リッターって書いてあるんですけれども、これ実用容量は 0.8 リッターになります。満水容量が 1.2 リッターということですね。まあこれ言わずと知れたハリオさんの製品なんですけれども、僕なんだかんだハリオのドリップケトル持ってなかったんですよ。そのことに今更ながら気がつきまして、まあこのド定番のね IH もまあガス火も全部いける、全熱でいけるこの便利なドリップケトル、どんなもんかなと思って今使ってみようと思います。いや、この間さ、ゼブラのドリッパーを紹介した時にこれがめちゃめちゃ良かったのよ。だからちょっと購買意欲が高まったというか、まあ、やっぱハリオって改めていいなって。僕もコーヒーを始めたばかりの頃からずっとハリオ製品使い続けてますから、ちょっとまたハリオを探ってみようかなと思ったら今更これを見つけた。じゃあとりあえず開けていきましょう。よっと、お、いきなり来ましたね。シンプルスタイルやな。てか説明書、あ、何にも入ってない。まあ箱の周りに全部軽く書いてあるから、これだけまあ読んでしまえば、特にまあ言うて夜間だからね、説明書とかそんな細かいのはいらないから、まあこれはシンプルスタイルとしてすごくいいんじゃないかなって思います。まあとりあえずこれは置いておいて、じゃあ本体ですね。ここからか。よっ、おーいいね、やっぱり新しいドリップケトルは綺麗やね。まあ、特にこれはステンレス仕上げになっているし、清潔感もあって、さらにずっと使い続けても、まあ、錆びたりとか色が変わったりとかほとんどないと思うんで、まあ、ずっとこの状態でも綺麗に、使い続けることできそうですね。でこれあのね、取っ手がね、親指が乗せられるんですよ。これがね、僕の注目ポイント。本当にね、ここにね親指が乗せられる形状だと、まあ、僕の普段のケトルとか、あとはフェローとか、他にもね、いくつかの、まあ、ケトル、全部そうなんだけれども、やっぱり、ね、ここに親指がうまいこと乗っかると、ちゃんとね、触れるんですよ。でもって、形状自体もちょっとカーブしているのがすごくいい。やっぱ手にね、あー、いい。めっちゃ、フィットする。ただ、一個だけちょっと予想と違った点としては、ここ、取っ手の材質が僕、こういうフェローみたいなマット仕上げ、ちょっと重たい感じかと思ったんだけれども、結構ね、なんだろう、プラスチッキーというか、軽いですね。まあ、ただこれはチープ感を感じるとかそういう感じじゃなくて、むしろなんだろう、軽量感を感じるというか、全体のステンレスとここのバランスがまあちょうどいい感じかなって思います。で注ぎ口なんですけれども、これ根元から細いんで、やっぱり細口をずっとキープしやすい形状になってますね。僕が普段使ってるこの根元から太いタイプのケトルになると、こう太くも細くも注ぐことができて自由度があって、臨機応変にいろいろやりやすい、自分のドリップを実現させやすいってところはあるんですけれども、それだけなかなか難しいというか、慣れが必要で、そこへ来てこのずっと根元から細いケトルであれば、基本的に一定の速度でお湯を注ぎ続けることができるから、なんだろう、初心者の方でも特におすすめだし、クロートの方にもこうハリオとか、まあコーノとかいろんなドリッパーで基本的に途切れさせない、ずっと安定してお湯を注ぐってことで、これに軍配が上がるんで、これがすごくおすすめだと思います。ということで、まあ、とりあえずまあ使っていきたいと思います。はい、というわけでキッチンにやってまいりました。準備をしていきましょう。基本的にはドリップケトルって火にかけずに、だいたい鍋とかでお湯を沸かしたりとかして、移し替えて注ぐっていうのは一般的なんですけれども、これに関してはまあ火にかけられますんで、とりあえずここにね、入れていきたいと思います。あ、説明書入ってた。一応入ってました。じゃあこれは取っときましょう。はい、じゃあまあ軽く洗っての水を入れましょう。やっぱりちょっとスケールでも測っておきましょう。これの重さが369ですね。蓋を合わせると426。まあステンレス製ってこともあって、相当ドリップケトルの中じゃ軽い方ですね。じゃあこれに、注いで、まあ、大体ね、目分量ではあるんですけれども、7割8割くらいが、まあ、ドリップケトルの、まあ、容量としてはちょうどいいんですよ。ということで、このくらいかな。今862です。まあ850前後と考えれば、だいたい2杯分は間違いなく安定していられる。で3杯分がまあギリギリいけるかいけないかなって感じかなって思います。まあ十分ですね。じゃあとりあえず沸かしていきましょう。蓋をして、よいしょ。はい、じゃあ着火します。が前回とちょっと取っ手が焼ける恐れがあるかな。微妙に
抑えて、まあ、中火くらいで、で気持ち取っ手側に寄せるといいかもしれませんね。よし、じゃあこれで待ちましょう。よし、OK、沸きました。うん、大丈夫、しっかり持てますね。で、ここでポイントなんですけれども、こういう火にかけるタイプのドリップケトルの場合、一番気をつけなきゃいけないのがこの付け根の部分です。ここがめちゃめちゃ熱くなって冷めにくいんで、つまり中に入ってるお湯もここの部分だけはめちゃめちゃ熱くなりやすいってことですね。まあタイミングにもよるんですけれども、もしこっちの温度が、まあ、95度とかくらいまで温度計で測って下がっていたとしても、ここは結構熱いことがありえるので、もしこのまま注いでしまうとコーヒーにめちゃめちゃ熱い熱湯がかかるってことです。つまり味がこう暴れやすくなるというか、粗くなりやすくなるというか、ちょっと狙った温度と違うものが出てしまう場合があるので、必ず例えばサーバーとか持ってきて、温めるついでにちょっと移し替えるみたいな、これを一回やるだけでもね、全然違います。まあこれ実際僕昔何度かやったことありまして、本当熱いお湯をかけるとね、すごく粉が暴れるんですよ。ドリップがしづらくなってしまうから、まあ安定させるっていう意味でも、そういうのは移し替えるっていうのはやった方がいいと思います。やっぱり冬は汗もかかないし、手引きやりやすいですよね。すぐやりたくなりますよね。やっぱこの豆をね、引いてる感じが直に手に伝わって、すごくコーヒーやってるって感じが、こう、高まるんですよね。よし、OK。基本僕は2回以上入れ替えしてますね。うん、でとっても熱くならないから、すごく持ちやすいですね。よし、ではいきます。ちょっと練習。お、あ、いいね。よしよし、裏漏れなし。うん、いい感じ、滑らかに出ましたね。切りやすい。太さ的には僕が初代でめちゃめちゃ愛用していたフィーノにすごく似てるかな。でやっぱり親指がしっかり当てられるからね、こう人差し指と親指で挟み込んで狙い撃ちしやすいんですよ。いい。さっき途切れさせない方に向いてるって言ったけれども、途切れさせても向いてる。なんだろうこれ、すごく切りやすいな。個人的にはフィーノより切りやすい。なんだこのお湯切れの良さは。こっち側に裏漏れとか全くのゼロだし、優しいドリップができるぞ。多分この出しやすさと切りやすさは太さから来るものですね。お湯に変に圧がかかっていないというか、やりやすい。で今回はほぼ満水の800-860入れたけれども、ケトル自体はすごく軽いから特に腕に負担は来ないですね。ちょっと想像以上にいいんですけどこれ。よし、入れ終わりです。初めてのケトルだったのに全く戸惑うことなく普通に入れられた。めちゃめちゃ安定していた、すごい。はい、それでは下ろします。よし、OK。ハリオとハリオとハリオで抽出完了でございます。はい、せっかくなんでハリオのグラスでいきます。よし、いただきます。
うまい。うまい。普通に自分のドリップができたかな。本当は冒頭話した通りちょっと続けるドリップをしてみようかなって思っていたんですけれども、普通に途切れさせるのも簡単にできたからいつも通りのドリップをしました。うん、いつもの自分の味だ。ああ、これはうまい。やっぱりこういう美味しいコーヒーは自分のドリップを実現できる、そして安定している高品質なドリップケトルあってこそだと僕は思います。やっぱり夜間とかでもできないことはないんだけれどもね、しっかり、まあ、買っておくに越したことはないから、まあこれ今いくらだっけ、まあ3800円前後で、物によってはまあ2000円のものとかもあったりするし、やっぱり今検討してる方、コーヒー始めたい方、ケトルは絶対重要なんで、ぜひぜひ押さえていた方がいいと思います。で、中でもこのドリップケトルフィットね、安定型で軽量で癖がなくて全熱源いけるっていう4拍子揃ったもうド定番のハリオだから、まあまず間違いないユニバーサルデザインの、誰でも本当に美味しいコーヒーが入れられるように設計されているすごい、ケトルでございます。これまで僕が使ってきたケトルと比べても本当上位に入る素晴らしい出来だと思いますんで、ぜひぜひこれからコーヒー始めた方おすすめでございます。はい、というわけで、今日のカズマックスの、コーヒーワールド、新しいコーヒーケトル、ドリップケトルフィットのご紹介でございました。まあ本当に押しましたけれども、本当に素晴らしいケトルなんで、ぜひぜひ、はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。